では3時になりましたので質疑応答の時間にさせていただきたいと思います。ぜひ、初めの方はその後の座禅の後で質問などありましたらどんどんぶつかってみてください。どなたか見えますか？なければ始める前に本のことを紹介するわけじゃなくて、ちょっとこのカレンダー入りめくりなんだけども、ここに本当のことを知りたい、今の他にあるような気がする、それが迷いです、今しかないのです。本当って言葉知ってるから本当のことってどっかに探すんじゃないですか。本当のことっていうのは今の他にあるわけじゃない。要するに物が2つないっていうことです。今座禅堂に行って実践していただいて、座っているところから禁品ということがあって、立って、禁品っていうのは一呼吸で半歩ずつで動くゆっくりの歩みなんですけども、座ってる時の様子はって立った時には立った様子になります。歩いてる時には歩いてる様子になります。二つ並ばないようになってる。二つ並ばないということがいつでも本当のことだということで、そのこと一つしかない、そういうようなことが問われるところですね。でさっき言葉の話もちょっとしたんだけども、ここには人の言葉を正しくそのまま言葉通りに聞ける人になればよい、さっきお話したようにみんな言葉通りにちゃんと聞こえてるんだけれども、見事に聞くとすぐに作り変えて聞くんですね。そういうことが問われるんじゃないですか。はい、あ、入ってないか。入ってなくても聞こえる。後ろ大丈夫ですか？聞こえます？マイクあった方がいい。あった方が聞こえやすいですか？あ、はい、臨場感があります。はい、格のごとく私たちはいろんな学んで言葉を知っているために、今という言葉を聞いても今ってやっぱり探すんだね、どっかに今というところ、今は探せないものです。 そういうようなことがいろいろ書かれているし、この元老子の語録っていうのは、老子が50代から40代、45ぐらいから87歳何ヶ月まで行きましたけれども、その間にあらゆるところでお話をしたり提唱したり講義したりした中の、いわゆるエキスみたいな言葉、短編です。だいたい、1ページないしは見開きぐらいのものだけで収録しています。ちなみに40というところを見ると、今お話しし始めたように、今に2つの今はない、立つ時に立つ、寝る時に寝る、同時に同じことはできないのです、全く矛盾はないんです。肯定したと思えば否定する、一つも矛盾はないんです。肯定したと思えば否定する、
今日はお掃除をするのに落ち葉は肥料になるので木の根元の方に掃きをしてください。翌日になったら、誰がこんなところに掃き寄せておけと言ったんだ、きれいに全部掃き出して外に捨てろ。矛盾感じるでしょうね。昨日そう言ったのに。だから昨日のことは済んだこと、いわゆる休憩って言います。もう済んだことをいつまでもあると思わせるのを古い見方っていうので休憩という言葉があります。だから2つ並べると矛盾が出ますけれども、今は2つ並ばないんで矛盾が起きないようになってる、まあ、そんなようなことが一つ書かれてます。で、最初から全部読まなきゃならないような本じゃありません。どこでも何かんって思うようなことがあった時にパッと開いて1ページか見開きぐらい読んでいただくと、そういうことだったのかって分かるようになっています。もう一つはこれ、さっき話したように悟りの真相なんだけども、皆様方の真相が今申し上げたような中身です。そういう真相のことが書かれているもの、まあちょっとそれを最初の題材に出しながら質問を受けたいと思います。せっかくですからね、あれ聞きたかったっていうよりは今聞いて帰った方がいいので、どんどん質問してください。はいはいはい。聞こえています？大丈夫です。私はもともと声が小さくて、はい、勝手なことばかり言ってますので、はい、はい、ですので、マイクを通して後ろまで聞けてやるということと、あと自分勝手な質問をするということを前置きして話をしたいと思います。はい、何もすみません、そういう言い方をする人間ですので、失礼ないことを言うと思いますけれども、はい、どうぞいいですよ。お願いいたします。はい、座禅を先ほど組んでというか、はい、40分、はい。で、座禅っていうのは、無になる。はいはい、浮かんだことを、まあ、心に留めないで無になる無になるということで過ごすというふうに聞いているんですけれども、はい、やっぱり先ほどのお話を聞いて、それに対して自分の中でいろんな疑問という形で固まらない部分がぐるぐる回ってくるんですね、はい、そうすると何を質問しようかとか、そういうことをずっと考えながら40分過ごしてしまった。あ、そうですか、はい、はい、これは座禅にはなってないなと思いながら、ただひたすら自分のことを考えると、うん、それは、はい、うん、それは明らかにそうなんだけれども、自分の中にそういうそのしっくりこない問題があるということが自分で見えるようになるからいいんじゃないですか、まずは、うん、そうするとですね、言葉にして質問できる形になった時点で、それは自分の腑に落ちると思うんですよね。はい。腑に落ちないから表現ができない。うん。そうでしょう。はい。そういうぐるぐるとしたものだけでしか回っていかないわけですよね。はい。はい、じゃあ考えているのが無駄だということと、今の言葉でその言葉を受け取れば、二つに一つがない。その一つを思えばいいという、その一つが出てこないという状態ですね、うん、ずっと。だからまず質問の、はい、第一にですね、はい、座禅をするということは無心になるとか無我になるというように聞かされていると思います、大半、はい、で、まずはそう言ってもなかなか無心にはなれないなと思う。そうですね。で、そもそもその無心になるためにどうしたらいいのかっていって、無心という目標を掲げて無心になろうとして向かうわけですね。それはどうなってるかっていうと、無心ということがどういうことか本当は分かってないのね。分かってないのに
無心になろう、無心とはって掲げて無心になろうとするってすごく矛盾があるよね。そうですね。無心ということどういうことか分かってるんなら、分かってるんならまずそれを目標にしてそうなろうとすることも出てくるんだけども、それもはっきりしないんで無心になりたいっていうのは矛盾がある。で、無心ということがその座禅をする時の目標じゃないんですね。で、今話されたようにいろんなことを思えてるっていうことなんだけども、何かを思おうと思って思いっていうものが出てくるのかっていうと、思えるっていう働きは自分でどうしたんでもないのにいろんなことが思えるんですね。それがですね、それが本当は無心の様子なんですよ。私が考えたんじゃないんですよ。私がこういうことを考えましょうって考えが出てきたり、私がこれを聞きたいっていうものだけが聞こえるようなことじゃなくて、さっき話したように見えることも聞こえることも匂いも味も私がするんじゃなくて、ね、私が聞くんじゃなくて、いいですか、聞くというよりは聞こえちゃうんだね。聞こえるんですね。だからそういうように自分の考え方で聞こうっていうことじゃない、そういうことじゃない、聞こうと思っても思わなくてもちゃんと聞こえるようになっている。聞こえるでしょ。聞こえます ね、だから聞こうとしたわけじゃないでしょ。そうですね。だからそういう今の自分の働きの様子を見ると、今まさに 無心なんです。そういうものを無心って呼んでるんです。自分の生き様全部が基本的には無心の様子なんです。なろうとすることに間違いがあるということだけ知ってほしいんです。無心になろうということ。聞くことを素直に聞くっていうのは分かるんですよね。うん。聞く自分がいるっていうのが、だから否定できないわけ。え、して聞く自分がいるということが、うんうん、そうすると聞いてる自分が今まで思ってきたこととかそういったことをすでにそこで考えてるわけですよね、うん、だからこの喋ってることも多分自分ではないと思うんですよ、うん、自分が今まで見てきたこととか読んだ本とかそういったことだけで自分が今喋ってると思う。自分が喋ってると思ってるこの言葉とか、うん、今疑問で聞いてることとか、うん、そういったものが自分が聞いてるんではなくて、例えば小説を読んだとか、この小説で書いてあることは自分よりもよく自分のことを書かれてるとか、そう感じながら生きてきたわけですよ。要するに自分の人生ではない人生を自分が生きてるんだなということを実感するわけですね。そういう実感があるわけね。そうですね。自分の人生ではない人生を生きているという実感があるわけです。それでもそうやって喋ってること、はい、全部、はい、人のことじゃないもんね。そうです。全部あなたのことですよ。そうなんです。あなたが喋ってるんだから。そうなんです。あなたの人生ですよ。それはそう思えないんですよね。誰かが言ったら話したらなとか。そこなんですよ、はい、思えないっていうのは考え方を使ってずっとこう探ったりしようとするとわからないんで、そう思えないってことになってくるんですよ。で、思いの方の働きの話をしてるわけじゃない。そうですね。ね。で、思いを離れたらどうなってるかっていうと、ちゃんと聞こえるようになってるってこと。だからこれからどのように聞いたらいいのか、
どのようにしていったらいいのかって、そういうことを考え方を起こさんでもちゃんと聞こえてるっていう、そんなに基本的に無心ということがね、日常生活そのままなんですよ。それを知っていただいて、考え方の方から追求すること、そして目標を立てて目標に向かうようなことで、分かって聞こえることに対してどのように構えていて聞いたらいいのかって構えられないじゃないですか。聞こえるっていうようなことを見てもね、こっちから聞こうっていうよりも、いろんな音やいろんな言葉が入ってきちゃうんですよ。それ私の考え方を飛び越えたもんですよ。で、そういうところの様子を無心と言ったんですよ。だからおそらく皆さんほとんどそうだと思うんだけど、無心になりたい、無心になるものだって捉えていると、そうするとなかなか無心にはなれないって初めから思わせるんですよ。そう、どうしたら無心になれるんでしょうってなってるんですよ。だから無心とはこういう様子のことですよってことがきちっと最初に掲げられるわけです。無心とはこういうことですよ。わかります、ありがとうございます。はい、いいですか。だから無心って作るものじゃないってことだけ、自分で作って、そういうところにいろんな体験やら経験を積んで、だん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 積み上げていって無心に至るっていうものじゃなくて、生活そのものがいきなり全部無心のところで生きてる。それを考え方で取り扱い始めるとすぐに混乱してくる、わからなくなるっていうのが実態です。よろしいですか。どうも遠藤と言います。和尚さんの言ったクエスチョン、質問とちょっとずれたのすいません。いいですよ。無心になるということも、よう分かりました。で、消防眼像というのがありますね、はい、消防眼像の教えも無心になりなさいということなんでしょうか。無心になりなさいじゃなくて、無心で生活ができている、誰もが無心というところで生きている。で、それも さっき話したように、少なからずこの世にゴロッと出てきて物心つくまでっていうのは全く無心の様子です。知っても知らなくても本当にみんな無心です。だから叩かれれば痛いから泣きますけども、ちょっと物を与えられてもケロッとして受け取って食べたりするでしょう。大人はそういかないね。さっきあったことをどうしても掴んでるから、そういう考え方を起こさなければ、その時その時の縁でコロ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 こうやって変化していってる。一時もとどまらない、物を残さないで、物を引きずらないで、コロ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 変化していってる様子。そのぐらい生まれた時から無心のものなんです、もともと。なのに物心がついた時点でこれを私って認めたんですよ。これ本当は公の活動を対応するものなんですね。個人の所有物じゃないんですよ。だけどこれ私って握ったから個人の所有物として見てます。だからこれが気に入るとかいらないとかって始まるんじゃないですか。これちょっと話あれですけどね、お釈迦様に残されたものの中に、これ女性の方に説いていらっしゃる、子供を身ごもって月10日自分の体内にいる間は我が所有物だと思っても
覚えなさいじゃないですよ。思っても構わないが、対自分の体を離れたら、これは我が所有物ではないということをしっかり自覚しておきなさい。別人格でも生まれたと時点からそれを自分の所有物だとすることに間違いがある、こういうようなことが述べられています。それと同じ、これを自分の所有物だと思っているから、これが気に入るようにとか気に入らんとか思うようにならんとかいろんなことを言うけども、さっきずっとお話ししたことは、この人のありようというものを見ると、まず見えるということ、聞こえるということ、匂い、味、感覚、ここまで五感って言ってます。これもう一つ意というものを加えると六感って言ってるんで、意っていうのはいろんなことが思えるって働きで、思える働きをよく見てみると、ただ何を縁とするか全くわからない、考え方を追求してもわからない、わからんのだけども、いろんなことがひょっと思えるってこと、これ一念心とかって言ってます。ひょっと思えるって働き、ひょっと思えた働きなんで、どこまで行っても一念の上にまた一念をつなぐっていうんじゃなくて、どこまで行ってもいろんなことが思えるっても今思えてるっていうことだけだからね。今思えてるってことは、いつでも今ひょっと思えてる一年の様子があるだけ で、そういうように基本的にものを残したり掴んでおいたりするようなことがないようになってるってこと。そのぐらい基本的に生まれてから無心のものなんです。無心であり無我のもの、いわゆる自我感が芽生えたっていうことで、自我感が芽生えて、これを私のものって認識するようになったから、自他が分かれることが分かるようになったんですよ。でもこう分かるという働きって、考えたら分かるかっていう、比べたら分かるかっていうけど、こうやって物が2つ出すときにね、これ考えて比べるから違いが分かるっていうようなことにはならないと思うんですよ。出てきたらこれとこれ同じには見えないんだよ、ちゃんと違ったように見えるんじゃない。そういう働きしてるんです、意という働きは、人の認識っていうものは考えてから分かるんじゃなくて、出てきたらちゃんと触れたら分かるようになった働き、そういうものを持って生活してる。そういう自分の実態を知ってほしいわけ。それがだから、初めから無心であり無我である様子がきちっと 今の生活の中にあるのに、自分に目を向けたことがほとんどないから、聞かされて無心ってこういうものって聞かされてるもんだから、その聞いたものの方に向かって無心に なりたいなろうとする、そこに初めからも間違いがあるんですよ。根本的に出発点から間違いが起きてる。あ、もう一ついいですか。はい、あのさっきね、道元さんの名前の意味とか言われとか聞いたんですけど、はい、この消防眼像というのをどのようにあの解釈したらいいですかね。消防現像、消防現像と読むんですけどね、現像、95巻の書物として今残ってます。で、いろんなことが書かれてます。だけど最終的に自らが悟られて体験をされた上から全部述べられているもので、元を正すと、今言うように何か目標を立ててそこに向かっていこうとしてたんだけど、そういうことの間違いがまず一つ述べられています。で、今生きている今の実体の中には、物が二つ並ばないということも自分に体験なさっています。
で、そういうようなことがいろんな題材を挙げてずっと述べられていますけれども、ご自身の体験談です、全部。だから私たちが正法眼蔵を学ぶ時にどうするかっていうと、この自分、この生きている生き様が正法眼蔵なんです。ここに正法眼蔵っていうものがあって、ここから何か学ぶようなことじゃないっていうこと、書かれている内容はこのもののことを こと細かく説いてくださってる。いわゆる説明書って言ったらいいんでしょうか。でも車運転するときにその参考書だとかいろいろあるじゃないですか、運転の技術のいろんなもので。あれいらない人になるってことでしょう。車が自由に運転できるっていうことは、参考書が正法眼蔵いらない人になればいいわけ。この自分のことだから、そういうことが書かれている。そんなことで分かりますか。まだ ありがとうございました。はい、あんまりこう硬くならないでね私もよそでやってるスタンスは、あの貨幣寺って言ってるように、喫茶店でこんな格好してないんでね、寒いぐらいして出て行って、あの全くこう隔てなく、もう自由にこう質疑してもらうようなものを一番望んでいるので、堅苦しくならない。こんなこと聞いちゃいかんのかっていうこともありません。何でも聞いてくだされば。あの高木と言いますが、はい、あの浄土宗の漱石に入っておりますが、はい、あの座禅が好きで、はい、あの来させていただいてます。なんか質問してください、気軽に質問してくださいっていう、言われつつも非常に質問しづらいなというのがあの最初に悟ってくださいと、いう、まあ、悟りの素晴らしさを皆さんで共有しましょうみたいな、そうです、ことで始まって座禅にしました。はい、で、あれですね、思いが満たされない、満足を求める、それが迷いで、好みは常に満たされている、満足している、それをもう、即座に直接に触れればもうそれで悟りだということで、でじゃあ、なんて言いましょうか、ね、結局質問すること自体迷ってるんじゃないかっていう、迷う証拠ではないかっていう、まあまあまあ、そう、まあそういえばね思えてくると、そうそう、非常に質問しづらい、質問しづらくなってしまうっていう、はい、というのがあります。はい、っていうことを前置きにして、はい、あの、ま、ちょっと浄土宗にあのこう、の関連で質問させていただきますと、パッと見ると掛け軸に南釈迦牟尼如来と、はい、南釈迦牟尼如来とありますが、はい、それは どのようにあの、はい、なんだろう、受け取られて いらっしゃるのかなみたいな、はい、だからこうやって物に向かうとちゃんと南釈迦牟尼って書いてあると、南釈迦牟尼と見えるようになってるね、読めるように、文字も知ってるから、ね、それ以上何もないんですよ、はい、その通りってことで、じゃあ南無釈迦牟尼って誰のこととかね、何のことって言ったら、お釈迦様って人は向こうにいるんじゃなくて、自らがお釈迦様であることに気づいてほしいってことじゃない。これがお釈迦様と寸分変わらない材料でちゃんと今も生きてる。ただ違いはどこにあるかって言ったら、確証があるか、これ自ら仏であるという、救われているという確証が自分であるかないかという違いだけです。
だから誰でも確証を得たらいきなりお釈迦様になるし、いきなり弥陀になるしでしょう。だから時間をかけて経験を積んで、そういうことによっていつしか悟れるっていうもんじゃないです。悟るっていうことはいきなり ここで気づくか気づかないかっていう違いだけ。だからこうやって話しても南無釈迦牟尼仏ってあなたのことですよって言われたその一言で、なんだそういうことかってなる人もいるっていうことね。でも聞かされてもいやいやお釈迦様と私ともそれは全然とてもそんな人には近づけないって言ってみたりね、そうっていう。だからそういうことに対して確証を得た人たちはそんな遠慮するなって言ってますよ。だとえらく崇拝するような掲げてしまった仏様に用はないんですよ。自分と一番身近な仏様、自らが仏であることに気づいてほしいだけ。そういうことが順々と述べられてるし、浄土宗の教えでは全部そうでしょう。もちろん正法眼蔵も全部そうです。そういうことに気づいてほしい。だからこっちから言ってみたりこっちから言ってみたり、いろんな、個人の体験談とかいろんなものを持ち出して、今あなたそう今あなたが救われてますよっていうことで、皆さんが言葉として救われてるっていう認識と、私たちが救われてるっていうことと同じ言葉を使うんだけども、中身にズレがあるっていうことね。皆さん方は自分が学んだものの概念的なものがあって、救われるっていうことはこういうことだっていうのがあって、そこに向かってやろうとしてる。私たちが救われてるっていうのはこの音に触れた時にこの通りに聞こえるっていうほどはっきりしてるっていうこと。こんなにはっきりしてる様子が今手元にある。でそういうことを救われてるって伝えようとしてるわけ。だから見えることも聞こえることも味もね、全部ひっくるめてこのものの 朝から晩までの全活動がその時その時生涯たった一度の出会いであって、取り替えることもやり直すことも修正も一切不可能なんですね。間違いなくその時そうなの。だから南無阿弥陀仏もそうだと思いますよ。一言南無阿弥陀仏という一言で救われるって説かれてるんでしょう、はい、うん、で説かれてはいるけど分からないってことでしょう。だからどうするのかって言ったら唱えてみなさいって言ってるわけじゃないですか。唱えてみて本当に南無阿弥陀仏って言った時に、本当に南無阿弥陀仏、寸分ずれないように南無阿弥陀仏、どっか目指していたけど、え嘘だよねって、え今このまま弥陀じゃないかって、そういう気づきがあったらそれで終わるんでしょ。疑問なくなるってことでしょう。今日いろいろお聞きした言葉で言えば、はい、まあ、今この身において命が働いている、はい、まあ、それが名前だと、うん、っていう、はい、そうです、はい、ありがとうございました、はい、
さっきの方のように、口を切ったら私は迷ってます、まだだ不完全だって告白するみたいだからなかなか言いづらいって言うけど、それは心配しなくていいですよ、みんなそうだから。いいです。はいはい、私はもう70になるんですよ。今私はね、孫に、孫、私の孫に、はい、どうして体、私の動きを見ておって、はい、どうしてこう伝えていくことができるか、それもいいこと悪いことということが理解してもらうためにはどうしたらいいんだろうかと思うんですよ。それ世間的に言うね、よしあしっていうのは基準があるから、それはちゃんと示すっていうことだよね。いいことと悪いことぐらい示すことができる。だから親が教えてるのは、人を叩いた子供に親がどうやって教えるかって言ったら、親がその自分の子を叩いてみせるわけじゃないですか。ここ叩かれたら痛いっていうことを知らせるわけじゃないですか。なんか自分で痛さするから、このこういうことは人にもしちゃいけないっていうことが分かるようになるじゃない。そういうのは一般的に道徳的にそういうことは教えられています。だけど良し悪しを超えて、人間の考え方でない良し悪しを超えた人の真実の様子っていうのは、言葉をいくら使っても難しいと思う。で、私のお寺育ちからこう思うんだけどね、子供の頃によく思った。親が子供連れてきてお寺で悪いことすると言うこと聞かないとお寺に置いて帰るよって言うわけ。お寺は怖いとことかね、悪いことしたら連れて行かれるとこって、そういう認識しちゃうんだよね、子供が。ものすごく お寺としては困るんです。そういう使い方されると、 お寺に、孫の手を引いてきて仏様に手を合わせてって、なんでって、なんでじゃなくて、来て仏様の前に来たら手を合わせるって言うぐらいでいいんだよね。親がやってみせてるとやるようになる。そういうようなことを日の生活の中で背中見て育つっていう通り、親のやってる通りにしていきます。だからそれが教育っていうんじゃないの。教育っていうのは真似ることから始めるっていうんでしょう。教育っていうのは親がやった通りのことをちゃんと真似てするようになる。これは人間だけじゃないもんね。今お寺の周りでウグイスのやってるけどね、綺麗な声で鳴くウグイスの子供は同じように綺麗な声で鳴きます。親が方法結局下手な親に育てられると同じような鳴き方をするんだね、不思議に。そういうその影響を受けるんじゃないですか。ありがとうございます。いいですか、はい、やっぱりどうしてもこう色眼鏡で物事を見てしまうから、それが自分の欠点かなと考えますよね、そうだから自分の方でそういうことが あることを知ったら、自分がそうでない生き様をしていけばちゃんと伝わっていくよね。ありがとうございました。はい、私なんかでもその私は男ばっかり5人兄弟なんです。で全部出家してます。
でお坊さんなんだけども、お坊さんでも いろんな方向を向くんだけども、幸いに5人が5人ともこういうような生き様を今してます。2人ずっと陰ましたけどね。でそういうのを見てもね、どうしてって言われても、親に勧められたわけでもない、強制されたわけでもない、ともかく親の生き様を見てて自然にお坊さんになることの抵抗がなかった。抵抗がないまま同じ道を今歩んでます。これやっぱりね、環境だと思いますよ。親の生き様だとつくづく思う。その頃はのこと感じなかったけどね、今になると。でそういう中で私は、うん、母親40で亡くなってますので、私が一番上で13だったのかな、一番下が2歳3ヶ月ですから、父親がお寺の用事でお寺留守にするときに、私いつも留守番しなきゃならないんで、小さな下の子の面倒を見てた。週に1回ぐらい学校休むならなんとかついていけたけどね、2日休むとついていけなくなるね。そういうような中でずっと過ごしましたけれども、だから学校の先生がよく5人男の子が他で、よく脱線せずにみんな成長したねって後に先生に言われたけどね、両親の生き様の影響だと思ってます。ともかく生活上でその食べ物も戦後の一番困窮期ですから、食べるものが本当にない時代で育ちました。でもうちの両親ね、食べるものがなくて困ったとか、困ったって話聞かないね、親から。生活上で困ったとか不平とか不満は一度も聞いたことがないんですよ。ともかくあるものをみんなで分けて食べた。食べられなかったものはかぼちゃの葉っぱとアメリカから入ってきた大豆の搾りかす、この2つはどうやっても食べられなかったね。他のものは全部食べた。その辺にある草でも何でもともかく食べられるものは全部食べて生活してきたけども、こっちがそれなくて、そういうことに対して親が何の不平も不満もなく生活してたところで育ってきたのでね、そういうことに不平も不満も言わずに生活していきましたね。環境ってすごくだから大事なことだなと思う。それが今話したように、親の背中見て育つっていうことなんだとつくづく思います。見えませんか。もったいないですよ。時間がもったいないし、せっかくおめえだからあれ聞きたかったのにって言わないで全部聞いて帰ってください。大勢いるからって恥ずかしいことはないですよ。だいたい質問ってみんな思ってるようなことだもの。誰かが質問してくれると、あ、私もそれ聞きたかったと思うような人いっぱいだから。はい、仏教のことも全く知らずに今日老人にお会いできるということで参加させていただいたんですけども、はい、今のお話を伺っていて、いろんな物事は起きるわけですよね、ええ、でそれをどう捉えるかっていうことにつながっていくのかなっていうふうに思っているんです、はいはい、今までいろんなことが自分の人生の中で起きた中で、私は離婚を経験しているんですが、はい、
その不平を不満を持たずに、要するに、全て起きたこととして受け入れるというか、それができたのならば離婚はなかったのかなっていうふうには思いますが、ただ私は離婚したことで今の自分の人生があり、自分らしく今歩んでいるなっていうふうに思っているんですね。その辺はどういうことなのかなっていうか、どう捉えればよろしいんでしょうか。どう捉えればって、今あなたが捉えているように、離婚したことによって今の自分のありようがあるんだったら、いい選択をしてきたんでしょ。自分ではそういうふうに思っているんですが、その一つ一つその起きたことに対して、その受け入れていくというか、さっき そのいじめのお話もそうなんですけども、どんなことでもやはりいろんなことが起きますよね、人生の中で。でその場にそのままとどまっていることが良しというふうにお話の内容からは唱えられてしまうんですね、私には。だけどそこからなんとか脱すること、例えばいじめであればそこから逃げることだって一つの方法だよねって、離婚でもそうですけども、その相手との関係をなんとかこう保とうという、必死でそれをその30年近くやってきて、でもやっぱりこれじゃ違うってすごい勇気を振り絞ってそこから一歩踏み出したわけですけども、それはちょっと私が言わんとしてること の、その意味合いの履き違いがあるんで、その場にずっととどまっていなさいっていうことじゃなくて、起きてくることは必ずその時のことじゃないですか。その時に今言うように思えることがあったって起きてくるわけじゃないですか。で思えたらどっちにしようかってことって起きてくるわけじゃないですか。どっちにしようかって起きてきたのに、そこにどっちにしようかってずっとそこにとどまっていなさいっていうようなことは言ってない。でそれは人それぞれ全部違うから、あなたが選択したことが誰にでも当てはまるわけじゃなくて、その人その人のその時の選択だから、あとはどうかっていうと、その時に選択したものに対して後からね、あの時にこっちじゃなくてこっちをしとけばよかったっていうようなことを思わせるのはいくらでもあります。考え方は行くこともできれば後戻りもできる。それやり始めると後でね、あの時こうしておけばよかったんじゃないか、ああしておけばないかという思いで今度は悩まされる。そして選択したんだ、したから、したらしたような結果が出てきたわけじゃないですか。でここでまた方向間違ってたら方向転換すりゃいいんだもん。こっち行けばよかったのにこっち来てしまってこんな結果になりましたって、これずっとそのまま生活しなさいって言ってない。出会ったところでどういう判断が起きてくるかはあなた自身の選択で決めていくことじゃない、ね、決めたことに対しては責任を持たなきゃダメだっていうこと。自分で決めたんだから、だから受け入れるっていうことじゃない、ね、それならいいでしょ。だから出会いのその時の様子を大事にするっていうことね。考えてそうなったんじゃなくて、考えを超えていろんなことが起きてきてくるっていうことじゃない。起きてきた時に起きてきたものを考え方をつけないで正直にそのまま見る力があるかないかじゃ、自分の方に良し悪しとか都合がいつもあると判断誤るということ、正直にそこが見れるかということが出会いのところの一番大事なところです。ストレートにそのまま自分の都合で曲げないということだけね、曲げないで出来事を出来事のまんまいただく力がある、受ける力があるかということによって変わっていくと思います。それはありがとうございました。はい。
今のお話を聞いててちょっと一つお聞きしたいなと思うのが、はい、あの常に、まあ、選択を迫られる場面にこう直面するわけですが、その、まあ、正しい選択あるいは間違いのない選択判断をするにあたって、まあ、何を、まあ、心がけたらいいかというようなちょっとアドバイスがあれば聞きたいなと思います。だから自分の考え方を中心にしないってことだけ、はい、私はっつって自分の考え方を中心にするとこれが出る。そうすると、まあ、言葉を変えるとその場のなんていうんですか、直感とでも言うか、うん、状況をね、直感っていうのはそのままストレートに受けるっていうことでしょう。受けて、そう、もうおのずとこっちだっていうのが、それによって動いていくから出てくると、はい、分かりました。考えて考えてやったものはやっぱりまたちょっと時間が経つとまた考え方も起きるので、あれで良かったんだろうか悪かったんだろうかって言って悩む種になる。どなたからでもどんどん、はい、はい、すいません、今生活の中で一番直面していることがありまして、はい、私には犬ペットを飼ってましてね、えペット犬のペットを飼ってます、はい、犬を飼ってます、はい、小さいこのヨークシャテリアなんですけれども、はい、それで今もう16歳で、人間年齢だと80歳くらいになったそうで、はい、まあ、それでですねちょっと悪性腫瘍を持ってしまいまして、はい、それですね、さっき痛みの話が出ましたけれども、うん、例えば痛みと苦痛は違うと思うんですが、痛みと痛みは皆さん苦痛ね、痛みと苦痛、はい、違いますね。人は痛みと痛み、あれは苦痛って打ちますでしょ。痛みと苦痛は違いますよ。私たちみたいな、うん、だから苦痛を打つんですよね。でそれでですね、犬っていうのは煩悩がないって私は思っているんですよ、はい、ひょっとしたら苦痛、痛みはあるが苦痛はないんじゃないかって私は思っているんですが、多分間違いなく苦痛はないと思います。そうですよね、はい、で私はもうやっぱりこの死を直面しておりまして、やっぱり口の中にちょっとがんができましたね、はい、まあ私の目から見ると本当にこう哀れな感じになってくるんですよね。なんでやっぱりこうレーザー治療するとレーザーでやると小さくなりますよって言われて一生懸命レーザー治療やってもらってるんですけども効き目がなくて、やはりこう小さくならなくて、やっぱり徐々に大きくなっていて、こうその姿を見るのが私苦しくてね、もちろんどういうふうにしてこう死を迎えていくか、だからその犬自体のことなのか、ね、犬に対するあなたの生き様の話なのかってちょっと分けないとね。だから 犬自体は今言うようにそのがんになればがんになったように、あの進行すればしたようになっていく。病気は病気としてあるんだけども、その心を病まないっていうと人間だけじゃない、心を病むっていうのは病まないんじゃない。で、あとはそれに接するあなたが、あれ人間だから心を痛むっていうのは当然あります、うん、心を痛まないになれっていうことじゃないから、心が痛むっていうこともあるんだけれども、心が痛みながら、だから痛むっていうことと悩むっていうことは違うからね。痛いのが痛いで終わるということと、痛いのを悩みに変えてしまうということがある。人間だけが一番厄介なのね。いろんなこと、病気でもそうですよ。病気は病気としてあるだけで、だから心を病まないっていうんじゃないですか。病気になっても心を病まない人になりなさいって。それは苦痛を伴わないようにしていくっていうことですよ。ます。
だから最終的にはあれですよ、あのモルヒネ使うとかね、そういうこといろいろ起きてくるじゃない、動物でも。いわゆる安楽死ですよ、早く安らかにしてあげる。だから人間だってあるもの。私なんかでもかなり亡くなって2年3ヶ月だけど、まあ癌だったんだけどもね、状況からしてだんだん悪くなっていくんで、最後うちで見取りましたけども、やっぱり麻酔使うようになるじゃない。だから麻酔の種類なんかいく種類もあって、一番まあ効いたのが座薬だったから、座薬の種類あのたくさん持ってました。おじさんからもらって、だからあと最終的には自己判断、私の自己判断で使い分けていった。でもうちょっと強いの使った方がいいかしら、最後の頃はって言ったら、もうこんなに最後穏やかな人って見たことないぐらい穏やかだから、もうこれ以上強いのは使わないで大丈夫って言われて、最後使わなかったんだけども、安楽死をさせるわけじゃないけどもね、きちっとした医療によって痛みを取ってあげるっていうの、そういうことあるんだよね。痛みがないと人って安らかなんだよね、不思議と。動物もそうだと思います。何があってもまずは痛みを取ること、先決問題って言われたんで、人にもあると思うんですよ。これもこの間電話もらった人がそうだったんだけど、ご主人が癌で末期で、もうこれ以上いったらモルヒネ使わなきゃって言われてるんだけども、私に判断委ねてくるからね、モルヒネ使っていいものでしょうか悪いものでしょうかっていうのは、老子だったらどうしますって言われたから、責任あるよね。だから私だったらモルヒネ使うねって言ったので、多少期間が短くなるのも分かってるけども、それでもつくってそう言ったら、ああその一言で救われましたっつってね。でその晩からモルヒネ使ったんですよ。で一晩置いた翌朝亡くなったんだけども、最後それで座って遅れたんで、本当に行く人も送る人も安らかに別れができましたってくださいましたけどもね、そういうことある。だから人の問題よりも犬そのものがね、そういうようにそのまま去って待つのか、そういう方法もあるんで。はい、ありがとうございました。じゃあ、お時間になりましたので、ラスト質問とさせていただきます。はい、お願いします。さっき、自分本位にっていうのがあったんですけど、まあ、こういろんな生きてるうちにいろんなことはあるんだけど、その中で、自分は、どうありたいかとか、どう感じるかとか、なんかそういうのでこう選択をしていこうってしてるんですけど、その中でやっぱり自分が心地よく思えるこう選択をしてるんだけど、それも自分本位になってるのかなと思って、それは基本的に、そうなんだけども、そうやって自分の気持ちのいい方、こうありたいと思う方にどんどんそうやって歩んでみたら分かると思う。それが間違ってるかもしれないし、そう自分の思うような方向だけにはいかなくなると思う。その時に気がつくと思う。自分で選び直せばいい。そうだから
考えて選択してるよりは今言うような方向でやってぶち当たるから、ぶち当たった時にどうするかっていうことが出てくる。でその時には結果が出てると思うんですよ。自分の考え方で思うようにしたいと思っていたことが思うようにならなくなってきて行き詰まるというようなことが起きてくると思う。その時にどうするかっていうことだけ。その時にはやっぱり私がっていう思いの方を中心にしていくと同じ結果でずっといくんで、それを起きてきた縁に任せてみるっていうことがあるじゃないですか。私がっていうのをなくして、そう、もう流れじゃないけど、そう流れみたいなもんだから、うん、なんか自分でなんかしようっていうんじゃなく、もうその流れに任せる。そう、うん、そういう選択肢もあるんで、そこを自分で思い切って自分の考え方を置いて流れに乗っていくように任せきれると今までとは違うものがいただけるのは確かです。それやってみないとわからない話。考え方でこうやったらいいか、ああやったらいいか、こうだって整理してこうやって向かっていっても、実際ぶつかった時にどうするかっていうことが最後出てくるんで、自分の経験で最後決まっていくから、基本的には自己中心的な考え方の方にどんどん進んでいくっていうことによっては、どんどんそういう悩みとか苦しみっていうのが増えていくわ。確かそれも経験だと思えば、それはそれで OK。 そう OK っていうか、今全部やめなさいってもね、自分の思う方に行きたいという思いが強かったら、うん、まずはそっち やって気がついてもらった方が早いもん。だから みんなが自分の思いを離れての方向で行ってもらえるのが一番いいんだけども、人ってそうばっかりいかないじゃん。やっぱり自分の思いで壊れたいって思う方向にどんどん進む人がたくさんいるんで、そういう人にそれやめなさいってもなかなかやめないから、じゃあやっておらんっていうことじゃん。やって突き当たって その時にこういう聞いた話なんかがひょっと思い出されると、それヒントになるじゃん。そういうことがあるんでやってみてください。はい、はい、お時間になりましたので、第1回愛知全会終わらせていただきます。哲元老師ありがとうございました。健康院のご住職もありがとうございました。いろいろお世話になりました。ありがとうございました。